可能性を広げる2年間を始めよう。自分の心と向き合う時間は他者を理解する心を育てる。文学から養った感性は思いを表現する力になる。英語を学んだ経験が世界に羽ばたく翼となる。学びとは探し出すこと。求めれば与えられるもの。私らしさを導く学び、心と言葉で未来を作る。